卵とね納豆いっぱい入ってるからタンパク質もっちゃある。これね、二日酔いの時にこれ食いてんだね。これどうも、二日酔いのおっさんです。ということですね、今回は何もやりたくないんですけど、たまにはもうこういうのもいいのかなと思って、僕が二日酔いの時に食べるオートミールチャーハン、これをちょっとやっていきたいと思うんで、お酒はもう飲まないんだけど、いつも俺が起きたらどういう風にしてるのかっていうのをちょっとモーニングルーティン的なやつでお願いします。リュウジのバズレシピ。朝からご飯がっつり食うのきついからさ、オートミールがいいんだよね。じゃあ材料紹介オートミールね、 30g 納豆、おかめ納豆ね、卵2つ、長ネギ 50g ぐらいです。やっていきます。ちょっと今日は感じよくできないんで、オフの俺だと思ってください。何が料理に言うの、お兄さん粒子だよな。マイナスがするよ。普段はこんな感じですわ。全然人と会いたくねえし、これ。みんな必死で生きてんだよ。でも俺ちゃんと二日酔いでも絶対料理作っかんね、俺ね。こんな感じでやっていきたいなと。結構いい感じ切れましたね。いつもビール、ハイボールので思考になるとか言ってるけど、もう全然思考になりたくないんで、水飲みます。よく言えばポカリセット飲みて、今。これね、50cc ぐらいの水ね、これもう入れます。はい。オートミールっつうのはね、水ちょっと、浸してこれでレンチンするとね、米っぽくなるんですよね。オートミールってね、痩せるって言われてはいるんですけども、痩せるというかね、腹持ちがいいっていうのが一番なんですよね。これね、レンジでやります。レンジで50秒。そうするとね、米粒っぽくなりますんでね。俺モーニングルーティンとか言ったけどさ、こんなもん食わないよね。いつも二日酔いの時に俺、札幌一番の俺食うの。起きた時に作る新作レシピも、大体、札幌一番。すげえ二日酔いなんだけど、みんな、集まっちゃったからさ。まあこれからチャーハン作っていく上で何が大切かというと、やっぱね、体調整えていかなきゃいけないんで、体調整えるために必要なのは、これなんですよ。津村の五霊さんね。唐突なプロモーションだな。むくみ取れるらしいんだよね。じゃあフライパン火かけましょう。ごま油、オートミールってちょっと匂いすっからね、ごま油でかき消すの。これまずね、納豆炒めるんだよね。納豆炒めたら栄養素死滅するやんみたいな言う人よくいるんですけど、もうね、死滅させたらいいんだよね。酵素だけ死ぬの。でもね、火入れるとね、大体ね、栄養素って変質するから、そういうことなんだよね。美味しくいっぱい食べることをね、ちゃんとやってった方がいい。納豆はね、タンパク質も豊富だし、他にいっぱい栄養素があるから、それよりも美味しく食べていっぱい食べることがいい。これで炎上しても知らねえか。大丈夫大丈夫、もう T シャツが明るいから大丈夫だよ。これど根性ガエル。目が剥がれてんだよね、ちょっとね。毎日これ着てるもん俺。全国のフォロワーさんに知らせることにした。この状態でスーパーとか行くから絶対バレないの俺。今炒めたでしょ、これね。最近俺使い始めたんだよ、これ。鶏ガラね、丸鶏ガラスープ。いつもね、固形のね、ペースト状の使ってんだけど、小さじ1半ぐらいで。鶏ガラスープね、溶けやすくていいよ、これ。この動画見てる方、みんな、ウェイパーとかね、そうめん三段とか持ってると思うんで、それがある方は、それでやっていいです。小さじ、1弱ぐらい入れてくださいね。こんな感じで、炒めていきます。好感度下げとか、ここで。揚げすぎっとさ、なんか、不祥事起きた時に、そんな人だと思わなかったって言われるからさ、だからもうここで下げといたらさ、まあまあやらかしたなみたいな感じでいいじゃんね。不祥事やんねえけどさ、俺さ、ここにレンチンしたオートミールね、これ入れん。オートミールってこれ米だとさ、もっと入れなきゃ満腹になんねんだけど、オートミールだとね、これぐらいの量でいい。卵とね、納豆いっぱい入ってるからタンパク質ももっちゃある。納豆にめちゃめちゃ味付いてるの。納豆とよく混ぜる。オートミールとね、卵とね、納豆が絡まってね、こうやってね、ポロッポロになってくの。なんで最初に納豆炒めたかっていうと、納豆のネバネバ感をね、炒めることによって消すんですね。そうするとね、チャーハンっぽくパラッといくんだよね。お醤油
あのね、小さじね、3分の1ぐらい。もうちょろっとでいい。ちょっと香り付けに。あの、黒胡椒はね、あの、思ってる3倍入れていい。俺の場合はね、人によっては辛いって言われるかもしれないけど、これ。これね、二日酔いの時にこれ食いてんだね、これ。そう、サムネが映えてねえとね、料理系 YouTuber ってのは、つか、あの、むしろサムネさえ、あの、サムネとタイトルさえ良ければみんな見るからね、あれは。普通の俺はこんなもんですよ。だから、なんか、いつもあのテンションだと思われてもちょっと困るんですよね。はい。こんな感じですね。そう。基本的に、ね、黄色と緑と赤があるとすごくあの色合いが良くなるのよ、ね、青をねちょっと上にポロッと乗せましょうか。いいですね。俺の朝ごはん完成です。取れてる？取れてる。じゃあ食べるよ。これの朝飯なんだこれ。うん、うまいうまい。これはちょっとラー油いくかな。うまいねこれ。ほぼ米、二日酔いでもうめえもうめえな。紅生姜彩りって言ってたけどあった方がいいわ。これで次の撮影頑張る気がするわ。元気出てきた。だんだん料理のお兄さんが戻ってきたわ。言われなきゃ絶対踊見ると合わんない。普通にうめえ。これね、弁当とかもいいよ。納豆臭さも炒められて軽減されてるし。あいつもなんかこれ以上ねえとかさ、どこのレストランよりうめえとかさ言うじゃん。こういうのがいい、二日酔いの時は。ということで、だってさ、ガッキーがさ道路で寝てたら嫌じゃん。俺が道路で寝ててもさ、あ、しょうがねえなって思うじゃん。そういうことだよ。